え皆さん、こんにちは。えー、本日はですね、えー、私が関西の地で、えー、あのまあ日本で一番過激なですね、労働組合いと言われていた関西生コンの討伐運動に、えー、をやってからですね、もう早2年以上過ぎるんですけど、実はですね、あの今回、この一番の判決が出ました。 これはあの、まあ、有罪判決で2年と6ヶ月の懲役5年というですね、結構重い判決なんですけれども、まあ、これについてですね、ちょっと若干ですね、まあ、初めての判決でもあるので、ご説明をですね、ちょっとしていきたいと、こういうふうに思います。まずあの、労働組合の、あの、こうストライキというとですね、まあ、皆さん何をイメージするかといえば、これ当然ですね、あの、賃金を上げろとか、あるいは、あの、労働時間を短縮しろとか、あるいは、 まあ、労働運動の、まあ、その環境ですね。それをもっと整備してくれとか。まあ、それが普通のストライキです。まあ、これはですね、どこの労働組合にもそういう権利が認められていて、まあ、これはやっぱりあの、当然我々もですね、これは当たり前のことだと、そういうふうに思っています。では、今回のことは一体どういうことだったのかと、こう言いますとですね、今回は、これはあのストライキじゃなくてですね、ゼネストと彼らを称していたんですね。ゼネスト。 で、こうストライキとゼネストの違いはですね、なかなかこれを理解する人がいないんで、ただ単にゼネスト、今回のゼネストがですね、有罪判決になったということで、まあ、こう労働運動が脱されたとかですね、まあ、いろんなことを言ってる人が、特に左がですね、そういうことを言ってるんですけど、これ全然違います、ストライキとゼネストっていうのは。で、ゼネストっていうのはですね、まあ、簡単に説明しますと、私が当時23歳の時なんですけど、 あの、ストケンストっていうね、要するに公務員のスト、ストが、ストライキが、まあ厳しく宣言されていたので、公務員にもストライキ権をよこせということで、まあこれ国鉄のですね、まあ主流になったんですけど、まあ国鉄の記者が列車が止まりですね、そしてこれ、あの、公務員全てです。例えば次ローですね、役所、そういうところも含めて全てのその、 ストライキが当時認められてなかった業界がですね、一斉にこれストライキをやったんですね。これがゼネストって言うんですよ。だから、これはあの普通のストライキとは違います。で、このゼネストどうなったかというとですね、これ国民の批判で、まあ、国民がですね、まあ、列車が止まったんで頭に来てですね、線路で、線路の石をですね、そういうその列車に投げてですね、そしてまあ暴動になりました。これあの えー、この暴動によってですね、これ国鉄の労働組合がやっぱりちょっとですね、まあこうひ、引けちゃったんですね。それで、まあ、彼らが勝手にですね、このゼネストを中止しました。で、このゼネストっていうのはですね、じゃあ、関西生コンが今回やったゼネストってどういうゼネストだったのかと、こう申しますと、まずこの背景ですね。背景っていうのは、えー、関西生コン支部という、まあ、セメント業界における特殊なですね、労働組合が存在しています。それで、 まあ、ここにですね、ずっとお金を払い続けた,たのが、えー、この大阪のですね、まあ、あの、公益共同組合というね、でこれはまあ,あ、事業者側ですね。事業者側が、ここにですね、なんと年間4億円払ってました。でこの年間4億円とかねはどういうふうにして払ったのかというと、これはですね、あの、要するにメーカーから、セメントメーカーから、ナマコンの工場に、 出荷されて、それで生コン工場から各現場に行くときですね、一流部屋当たり100円出せと、こう言われて、今までずっと100円出したんですよ。だから、その大阪だけでも4億円の金が関西生コンに行ってたわけですね。これはやっぱり非常に問題があるわけですよね。だから、まあ今までなんでこんなことやってたのかというと、これはやっぱりそういう腐れ縁で、竹研氏というのが、そのいわゆるセメント業界においてこう,いう巨大な力を持ってですね、まあ言ってみればセメント、 セメントメーカーって大体ですね、あんまりないんですね。太平洋セメントとか水口セメントとか、まあそういう、まああの、少ないんですけど、そういう独占、まあ彼らに言う独占資本のメーカーを俺たちが抑えてきたんだと。だから安く安定的にあなたたちはセメント買えるんだよと。だから当然そのセメントを出荷する場合ですね、一粒米あたり100円を汚しなさいと。 で、こういうふうに言われて、今までの人はずっと払い続けてきたわけですよ。でも、これじゃあちょっとあまりひどすぎるだろう、<laughs> ひどすぎるだろうと。いうことで、大阪公益共同組合いが立ち上がったわけですね。もうそんなの払わないよと。そんなお金払いませんと。そしたらば、結局何が起きたかというと、彼らはですね、いわゆるゼネストやるぞと、こう言ったんですよ。これゼネスト、どういうゼネストだったかというと、まず、メーカーからお金、あの、粉をですね、運んで、 各ナマコン工場に持ってきますね。だ、そこの工場に、えー、毎日のようにですね200人も300人も、えー、この関西ナマコンの連中が行ってです、ね、でそのトラックを立ち塞,いこう立ち塞がってですねトラックを止めたんですね。だから、当然、セメントメーカーから粉が出荷できませんから、片方では結局、出荷できませんよね。出荷できなければ当然、工事は遅れますね。それはこれ問題になりますから だからその嫌がらせをしたいわゆる出荷妨害なんですよ。ゼネストとは出荷妨害なんで、ね、だから労働者のそういう権利を守るようなそういうものと全く違うんです。だから結局今回ですね、警察はこれを威力業務妨害、いわゆる出荷妨害なんだということで、まああの、逮捕に踏み切ったわけですね。で、私たちが大阪に行ってやったことは、まさにこのゼネストっていうのはこれは違法な犯罪行為なんだよと。だから、 これを大阪府警は逮捕して、竹を裁きにかけなさいということを私たちはずっと言い続けてきたんですよ。だから、それが今回ですね、あの、ちゃんと大阪府警がまず逮捕して、起訴して、そして裁判になったわけです。で、裁判できちんとこれはですね、労働運動じゃないよということで、これは妨害、単なる妨害事件で、しかも計画的に え、しかも悪質で、やってることは非常に素朴で、計画的だから、ということで、断罪されたわけですね。だから、今私が言いたいのは、これを労働運動などとね、こう称して、これは労働組合の権利をですね、侵害してる、そういうことは絶対に許されないなどと騒いできた、いわゆる、まあ、安田孝一とかですね、これみんなあの、加山理科とかですね、これ言ってみれば、我々に対して差別排外主義者とか強い言ってる連中なんですよ。 だそういう連中こそですね、これ、まあ確かに、ね、控訴したから関係ないよみたいな顔してますけど、少なくとも大臣ですね、こういう判決が下った以上、お前たちが言ってきたことは間違いだったということを認めて謝罪しなさいと、そういうことを今、私はですね、えー、言いたいわけですよね。だから、まあ、あの労働組合の本当の労働運動とは全くかけ離れた、これは単なる妨害のためのそういう暴力的な行為であり、 当然、警察に逮捕されてしかるべき問題だったということはですね、えー、もうあの明らかなんでね。ところが、これをね、あの裁判官もですね、あ、裁判官にごめんなさい、弁護士連中、最悪弁護士連中ですねでで。で、一番やっぱりですね、この問題で反省してもらわなきゃならないのは、これは福島水夫さんですよね、福島水夫議員。あるいは、その、まあ、特に福島水夫ですね、福島水夫は最後まで、 武健一をですね、無罪だっていうと言ってましたよね。ところが、辻元清美はなぜかですね、えー逃げ、逃げたんですね。辻元清美は途中で逃げました。だから、まあ、逃げたっつってもですね、これはあの今までの経緯からすれば、当然ですね、逃げたで私は関係ありませんようで済む話じゃないんで、少なくともこの問題に関しては、こういう法の決着がついたんで、 まあ少なくとも自民党かですね、あるいはまあ維新ね、どこかがですね、国会で追及すべきなんですよ、本来はね。まああの維新のですね、橋本さんは評論家ですから、普通何でも言える立場なんですけど、この問題についてはですね、ほとんど口を開きませんでした。結局ね、彼はやっぱりこう自分がやったことは、あの、こう、威張るけど、人が言ったことについてはですね、文句しか言わないんですよね。あるいは、 まあ、あの、やっぱり関西のアマコンと、まあ、癒着していたか、なんか、あるいは恐ろしかったのかどうかわかりませんけど、何も言わなかったと。まあ、そういうことがですね、今回の事例で、えー、我々は感じたんで,ですね、えー、ぜひともですね、皆さんも今後ですね、この戦いは続きます。今後も続くんで、ずっとじ見守っていただきたいと、そういうふうに思います。以上です。